はい、みなさん。レッツエンジョイジアワカさあ、今日も撮っていきたいと思いますね。えー、この YouTube ソロンチャンネルではですね、皆様のおかげで YouTube 側から CM 広告をつけていただいております、えー。たまった金額に関してはですね、こちらに貼ってあるんですけど、イーサリアムという仮想通貨に交換していっております。えー、直近ではあまり変化はないですかね。はい、えー、っと、三月、えー、違う、5月の3日4日に FOMC というですね、アメリカの方で、 あの経済の金融の、えー、会議があります、ね、まあ世界が注目する会議ですから、えー、それをみんな様子見てると、で5月の9日の月曜日ですかね、ちょっとロシアの方の地政学リスクがありますからね、えー、そこまではあまりみんな大きく動いてこないんじゃないかなというふうに思っております。 でイーサリアムに関してはですね、えー、今年ゴリ先生の方でメタバース、えー、の方にトライしていこうと思っております、えー。メタバースプラットフォーム上でですね、計算大会なんかを開きながら、えー、賞金にイーサリアムを出してですね、商品に NFT なんかを、えー、プレゼントできればなというふうに考えておりますので、そろばん業界もですね、そういう新しい、えー、ブロックチェーン技術、チャレンジする先生が行、えー、ってもいいのかなというふうに思っておりますので、えー、賛同していただける方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 さあ、ね。今日のテーマは何だ、えっと、スラムダンクに学ぶソロバン大会へ臨む気持ちというお話をしていきたいと思います。ゴリ先生、結構スラムダンク好きで、ですね安西先生が三井君だったかな、スリーポイントのシューター、うまいシュートをする生徒に向けての言葉なんですけどね。 そろそろ自分を信じていい頃だと、えー、そろそろ自分を信じていい頃だ、もう今の君は、えー、十分昔の君を超えているというような内容の、えー、言葉があるんですけども、まさにそろばん大会、えー、何回か出てるとですね、今月、5月。 えー、5月の15日の日曜日ですかね、関東オープン大会、えー、年に1回、えー、開かれるんですけども、全国取団連盟の方でですねで、そこに出る選手、まあまあ、年に1回ですからね、あのー、去年、 えー、去年の同じ頃と、えー、比較してですね、あの、まあ、バスケットボールとの違いはですね、ソロバンアンザーはしっかり、しっかり点数に出ますからね、えー、しっかり点数に出ますし、えー、読み上げ算、読み上げアンザ、えー、なんか英語の読み上げなんかもですね、えー、桁数、自分の、えー、成績っていうのがしっかりわかりますからね、えー、ですから、もっともっと、 あの、自分に自信持てる。要は、一年前の成績としっかり見比べて、えー、ください、えー。読み上げ読みげなんかの桁数も入ってきてるでしょうし、えー、英語の読み上げ算できなかった子ができてたりするでしょうし、えー、総合種目の方もですね、あのー、点数が上がってると思うんですね。で、その、 大会でですね、順位が、順位が出たり、入賞とか、優勝とか、3位とか、メダルもらった、トロフィーもらった、賞状もらった。これっていうのはですね、その年々のエントリーする選手によってもまた変わってくるわけですよ。で、オンラインで開かれてる場合、リアルの会場で開かれてる場合にもよっても違いますしね、状況というのは。それよりもですね、その周りの選手と比べるよりも、必ず1年前、1年前、 の自分と比べてみてくださいよ、えー、しっかり、その周り、例えば周りの選手が、えー、異常にあのー、今年は豊作で、えー、レベルの高い選手ばかり集まってしまうと、当然、順位っていうのは上がらないわけですよね。えー そうではなくてですね、あのー、しっかりさっき言ったみたいに、1年前の自分よりも、えー、読み上げ算、読み上げ案算、絶対桁数伸びてるはずなんですよね。難しい問題が入るようになってる。総合の問題も、トータル合計点って、絶対1年前の自分よりも高いはずなんですよ。えー 変にですね、その周りの選手、えー、去年は3位だったのに今年は入らなかったとかですね、えー、去年は2位だったのに今年は読み上げさんダメだったとか、そうじゃないんですよ。比べる相手はですね、周りの選手、まあ周りの選手と比べるのも、えー、無視するわけにはいかないですけども、それよりももっと大事なことは1年前の自分なんだと。えー、とにかく、えー、1年前の自分と比べてほしいんですね。そうすれば、えー、もう、 まさにスラムダンクじゃないですけど、今の君はもう自信を持っていいんですと、えー、必ず一昔前の、1年前の自分よりは必ず能力伸びてるんだからという、えー、ことをですね、もう一回ちょっと肝に銘じて、えー、5月の15日の大会に臨んでほしいなと思って今回、えー、動画作らさせていただきました。えー、最後までご覧いただいた方ありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。 ズームを利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます興味がある方は是非概要欄をチェックしてみてください